企業成長の秘訣を創作する番組、マギー真嗣の企業マジック発見。マギー真嗣の出身地宮城県で成長著しい企業、北斗観光株式会社の成長した種を明かします。こんにちは、宮城県出身のマジシャン、マギー真嗣です。というわけで始まりました、マギー真嗣の企業マジック発見。というわけで今回もですね、僕のふるさと宮城県ででっかくなっちゃった企業、北斗観光株式会社さんを捜索してみたいと思います。北斗観光株式会社は宮城県仙台市に会社を構え、夢広場ニューセブンやスロットハウス武蔵といった遊技場を展開する企業です。今回は3名のデザイナーによるプレゼン現場に潜入します。さあ、というわけで皆さん、これからデザインのプレゼンに行くんですよね。はい、常務のところに。はい、ちょっとどんな感じのデザインなのかって。すごい、ほら、うん、OK、採用じゃあちょっと一緒に立ち会わせていただいていいですか。はい、はい、わあ、緊張しますね。今日すいません、同席させていただきます、マギー真嗣と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません。それでは早速プレゼンの方お願いします。はい、まず私の、提案ですね、まあ、冬でも暑いっていう、盛り上がってますよっていうのを、アピールしたいというロゴの熱で、雪が溶けているという、イメージですね。はい、私からの提案は以上です。はい、お願いします。あーってなんないですよ、そんなないですよ私が今回装飾のテーマにしたのはギフトという言葉です。プレゼントよりももっとフォーマルで上品な表現として使われるので、この年末年始の贈り物を贈ったりもらったりするっていうタイミングにすごくちょうどいいのかなと思って、このテーマにしました。私のプレゼンは以上になります。ありがとうございます。今回私が提案するのが冬とりどりという、キャッチコピーにしました。メインカラーを赤として、全体的に温かみのあるイメージにして、イメージキーワードをこの模様で表現することによって、賑やかでエンターテインメント性を表現しました。全部採用されるんじゃなくて、どれかを選ばれる感じなんですか。じゃあメインこれでいこうよとか、ここはこうしてみたら、あとまあ逆に採用なしで今年の集大成としてはいいんじゃないですか。なぜこういう場所を作られたんですか。全部外注だったんですよ。はい、ああ、なるほど、うん、ちょっとかなり腑に落ちないことが多々あって、やっぱなんか違うなと思ってもまた時間がかかったり、うん、なるほど、スピードですね、うん、いろいろとこう話ができるから、常務のこう好みもだんだん分かってくるでしょうしね、うん、気になかったらクビにすればいいんですからねそういうわけじゃないんですけど、まあ、そういうなんかやっぱりこうつながりっていうのが大事なんですね。今回はデザインの採用現場に立ち会わせていただきましたね。常務にもお話をお伺いできましたし、このデザイン室を作ることによって迅速にこのデザインを出すことができるっていうのが勉強になりましたね。これが企業を大きくするマジックということなんですね。いやー、びっくりして耳がでっかくなっちゃった。次週は成長する北斗観光について常務にお話をお伺いします。